どうも、トモエンテニスチャンネルのトモエンです。 MJ です。はい、今回も家でできるテニスレッスンとトレーニングで、はい、お送りしたいと思います。はい、はい、今回僕は片手バックハンドを解説していきたいと思います。はい、はい、MJ は僕は今日やる種目としてはちょっと見にくいかもしれないですけど、足をこう刺して的を置いてもらって、そこをめがけてまた次の動きっていうのを20秒やって10秒休憩して、次はサイドステップを反復横跳びですね。反復横跳びを20秒やって10秒休憩するっていう過酷なトレーニングをします。あ、急にトレーニングおじさんって頑張ります。じゃあ僕はレッスンを全力で、はい、やってください。はい、はい、じゃあまた、はい、お願いします。はい、じゃあ片手バックちょっと説明していきたいと思います。はい、まず1ポイント目なんですが、ラケットの引き方ですね。引くときにこだわりをちょっと持ってもらいたいなと思います。ラケット引くときに左手でラケットを引いてもらうんですね。こうラケット持ってたら、まあ、こうやってフォアハンドに握ってるんですけど、ボール飛んできたんだったらバックハンドでキャッチ握り替えて、引くんですが、このとき左の手で引いて肘が下がっちゃうと、どうしてもラケットセットが下になってしまいやすく、こうね、下になりやすくなりますから、やっぱり振ってしまうとこれまま横振りっていう形になってしまうので、どっちかというとちょっと上気味に引いてもらいたいんで、左の肘をぐーっと持ち上げるようにラケット引いてもらえたらいいかなと。ここに空間ができるようにしっかりラケットセット引いてみてください。 OK、 これがこうなっちゃあんま良くない。やっぱりここを上げることによってラケットヘッドがぐーっと持ち上がりやすく、でも少し自分の左手もグッと立ち上げてもらった方が余計にラケットが上がりやすくなってくるんで、こうやって寝ないようにだけ注意してラケットを引いてもらいたいかなと思います。で、ここラケットとボールとみたいなやつでラケット引いた時にこっちにラケットがぐーっとこういう状態でセットできるようにしてください。こうじゃないですか、こっち肘がしっかり上がるようにラケットにアクセント。で、2点目なんですが、次はラケット引いてもらったらインパクトになってくるんで、インパクトの時はラケット面はまっすぐ当たるんですが、この後どうしてもスピンをかけたいからといって、ラケットをね、こうしちゃうと手首使って右側にこねちゃう方多いんで、これはその当たったインパクトの面を保ったままぐーっと上に上がっていくようにしてもらった方がスピンでかかるんですね。これバックハンドに置いては、両手バックとかでもこのままこねたりするんじゃなくて、ぐーっと上げた方がいいんで、片手バックも一緒ですね。当たりましたってなったら、こっからぐーっと上に上がっていくようなイメージを持ってちょっと練習してもらったらいいかなと思います。これはボールがあっても練習できるんで、面を作ったらこねるんではなくて、上にという意識を持って練習をしてもらったらいいかなと思います。この状態です。これ今スイングが遅いんでスピンはかからないですけど、これ実際ね、テニスコートに行った時ラケットをバーンと振ってもらうと、ここからスイングですけど、スピンがかかりやすくなるんで、ちょっと手首を上向けるに違いますよ。当たった手首の形のまま上にぐーっと抜いていくイメージで、手首だけをグッと上向けてしまうと、当たったらこういう状態になってしまうんで、ではなく、この手首を固定したままぐーっと上に行くイメージでボールを当てて練習してください。手首の形変わってませんよね。こうやってぐーっと練習してもらったらいいかなと思います。ラスト、こんな感じです。 OK、 この2点まず気をつけてもらっていいかな。で、3つ目はやっぱり足、体重をどういう風に乗せたらいいかっていうのもあるんで、足は左右とセットしてもらってラケットスイングになるんですが、この最初に少し左足ガッと体重乗せてもらって右足にグッと、この時は正直ね、6対4ぐらいでいいです。6対4ぐらいで結構なんですが、やっぱりスイングに入るぞっていう時はグッと前の足に体重が乗ってスイングに入ってもらいたいんで、ちょっとスイングする練習の時は左にグッと乗せたのを意識して右足出してもらって体重を移動させて振っていくっていうのを意識してもらったら、ちょっと上級者の方だと威力がボールに威力が出やすいかなと思いますね。一緒に移動するとかよりは後ろの足にグッと乗せて前の足で、で移動してから乗せてからグッと
打ってもらった方が力強いボール打てたりするんで、これはちょっとこう分解しながら練習してもらってもいいかもしれませんね。こうやって一連の動作でえーってやるよりは、後ろの足で前の足ってきて、そこからスイングに入っていってもらえたら理想的かなと思いますので、体重移動のタイミングを気をつけて練習してみてください。これはボールない方が意識しやすいんじゃないかなと思うんで、はい、ぜひ皆さんも試してみてください。はい、では MJ がトレーニングまたまた終わりましたんで、お疲れ様です。お疲れ様でした。今日もいい感じに仕上がりましたか。はい、しんどかったです。はい、じゃあまた来年のこと B レジェンドの、はい、プロテイン飲みたいと思います。体プロテインでできてんちゃうか。はい、じゃあ皆さんもね、家の中でテニスできないのが増えてると思いますが、はい、こうやって自主練してもらったらいいかなと。トレーニングをしてください。そうですね、はい、皆さんも試してみてください。では